大文字と問題児。今日からこの5年2組の担任になる大文字門弘です。よろしくお願いします。早速だがこのクラスの学級委員長を決めたいと思います。え、ふさわしいと思う立候補者の名前を。この子は確か真昼。紙に書いてください。俺のセリフ取られた。学級委員長当選おめでとう、真昼。ありがとうございます、大文字先生。頑張ります。ところでな、真昼、選挙結果についてなんだが、不正してません。した？してません。いや、なんか当選するのが最初から分かってたとしか思えないんだよな。俺の話遮って超仕切ってたし。因果が逆です。ああやってアピールしたから当選したんです。投票箱と投票用紙もお前が用意したやつだし、実際の選挙で使うものを用意しました。お前一人で170票取ってたし、このクラスそんなにいないし。ま、結果はもう出ちゃったんで、投票用紙も全部燃やしちゃったし。開き直った。まあクラスのみんなも太郎も納得してたから別にいいんだけどさ、ちょっと面倒い仕事だし、進んでやってくれる分にはありがたいよ。え、面倒い？面倒い。学級委員長って圧倒的な権力でこのクラスを好き放題できる役職じゃないんですか？違うよ、お前学級委員長なんだと思ってんの？自分だけ宿題を拒否できたり。ダメダメ、ちゃんとやりなさい。自分だけ給食に豚の丸焼きが出たり。学校でシチュー肉にしようとするんじゃない。命が狙われた時に家臣が盾になってくれたり。学校でそんな状況ある？家臣って、お前学級委員長王様かなんかだと思ってる？別に思ってないですけど、世の計画が完全に狂ったな。一人称が完全に王のそれじゃん。まあクラスのまとめ役ではあるけど、あくまで役割だ。お前も俺もクラスのみんなも平民だよ。すごい子がいたもんだな。でもまあ謎のバイタリティがあっていいのかも。とりあえず1年間頑張ってみなさい。はあ。でも世だけはやめとけよ、校長先生より偉そうだから。わかりました。じゃあ我が輩もう帰っていいですか？王になる夢捨てろって。大文字と問題児。なんですって？お父さん、本当なんですよ。本当にうちの真昼がカンニングを？そんなバカな。っていうか、テスト中あなたが真昼くんに答えを教えていたじゃないですか。そこは6だな。参観日でもないのになんでいるんですか？あれはカンニングを超えた何かでしたよ。まあ怖くて何も言えなかった私も悪いですが。え、ダメなんですか？ダメですね。私はカンニングペーパーは見てませんが。お父さん自身がカンニングペーパーだって言ってるんですよ。カンニングパーパーだね、パパだけに。今面白いこと言わなくていいから。お言葉ですかね、先生。私はどうしても真昼をいい大学に入れたいんですよ。なんでちょっとキレてるんですか？ちなみにどちらの大学を？マチャチューチェッチ工科大学。入れてませんね。通称 MRI です。 MRI は医療機器ですね。マサチューセッツ工科大学は MIT です。真昼も BTS に入りたいだろう。 BTS は韓国の音楽グループ。僕ジャニーズに入りたい。ほら、入りたいグループの話になっちゃった。ジャニーズ大学どこだそれは。お父さんちょっと黙ってて。とにかくテストは一人で受けるものですから。先生、ということはテストの点数は？残念ですが0点ですね。真昼ごめんな、パパが出しゃばったばっかりに。お父さん、ちゃんと採点して0点なんですよね。お父さんが教えた答えが全部間違ってました。え？大文字と問題児。ダメだろ、学校にスイッチ持ってきちゃ。ごめんなさい。学校は勉強するところなんだから、スイッチは家で遊びなさい。はい、大文字先生、さようなら。はい、さようなら。そんで真昼、お前も学校にスイッチを持ってくるんじゃない？っていうか何このスイッチ、押したらどうなんの？へーってなります。嘘をつくんじゃない。へーボタンはこんな物騒なデザインじゃないぞ。先生、漫画でしか見たことないよこんなスイッチ。っていうかへーボタンなんてよく知ってるな。言いなさい、何のスイッチだ？強いて言うならリセットボタンです。怖いよ、何をリセットする気なんだよ。文明押そうとすんなって。冗談ですよ。っていうか何をそんなにビビってるんですか？どう見てもただのおもちゃじゃないですか。俺だっておもちゃだと思いたいよ。でもな真昼、なんか重いんだよ、こうずっしりくるんだよ。おもちゃにあるまじき本物の重さなんだよ。言いなさい真昼。
爆発系か毒ガス系かどっちだ。だから違いますって愚かな人類。あ、間違えた、大文字先生。絶対リセットボタンじゃん。地球を更地にするやつじゃん。そんでお前すでに神気取りじゃん。ともかくこれは没収する。神になる気ですか？どっちかっていうと校長になりたいよ。高校生くらいになってお前に彼女ができたら取りに来い。愛する女ができたらリセットしようなんて気なくなるから。わかりました、大文字先生、さようなら。はい、さようなら。本当に閉ボタンなんかい？大文字と問題児。お父さん、最近のマヒル君の生活態度の件で何か粗相がありましたか？実は授業中に寝ていることがよくありまして、お家でしっかり睡眠が取れていないんじゃないかと。家では12時間睡眠を取らせておりますが。そんなに？マヒル、お前まさかおやすみなさいを言ってないんじゃないだろうな。は？僕言ってるよ。確かに言ってるけど。おやすみなさい。悪びれもせず笑顔で言ってるけど。偉いぞ。え？先生、真昼の行動に何か問題が？いや、ですから授業中に寝てるんですよ。授業中に寝てる。なるほど、おっしゃりたいことが今やっとわかりました。ああ、よかった。お父さんも動転されてたんですね。お父さんの方からも注意していただけると。マヒル、お前まさか起きた時おはようございますと言ってないんじゃないだろうな。ああ、違う違う、参ったな。僕言ってるよ。確かに言ってるけど。おはようございます。登校した時のおはようございますより元気に言ってるけど。先生、何も問題ないじゃないですか。問題ないという認識なのも問題でして、我が家ではちゃんと挨拶をしようという教育をしております。なるほど。挨拶は人間の一番基本的なコミュニケーションですから。同感です。それを否定なさるのであれば、本校の教育方針に疑問を感じざるを得ませんが。こんな綺麗な逆切れなかなか見れないな。お父さん聞いてください。なんだ若造。敵として認識するのはやめてください。寝ること自体が問題なんです。このまま授業中に寝るのであれば成績にも影響が及びます。脅迫ですか？教育委員会に訴えますよ。はって言われるだけですよ。一度真昼君のお家での睡眠環境ですね。いただきます。まさかこのタイミングで何らかの食事を。大文字と問題児。今日の図工は二人一組になってお互いの似顔絵を描く授業だったわけだけど、真昼と小春がペアを組んだんだよな。はいはい。真昼が描いた小春の顔、寄りすぎじゃない？これはバランスミスったとかのレベルじゃないぞ。鼻フェチか、それとも口フェチなのか。強いて言うなら脇フェチですかね。フェチじゃないなら、いや、フェチだとしても全体像をちゃんと描きなさい。描き直してって言ったら今度はこれを。ん？なんだこれ、白紙じゃないか。目と目の間を描きました。線が一つもない似顔絵初めて見たよ。なんで寄るの？何度描き直してもらってもどこかのアップばかり。私はちゃんと描いてるのに。そうだな、途中経過見たけどうまかったぞ。お、特徴掴んでるな小春。お前が絵と自然を愛する優しい子だって先生知ってるぞ。でも完成した似顔絵は作風がちょっと変わってたな。先生びっくりしちゃったぞ。真昼がうんこに突っ込んじゃってるもの。ムカついちゃって。そうか、あと目もちょっと修正されてるな。鉛筆ぶっ刺さってるもの、しかも両目。これは絵じゃなくてもはや立体造形だよ。小春が怒るとこんなに怖い子だったとは先生知らなかったな。待って、真昼くんが悪いんです。確かに原因は真昼にある。小春の絵のタイトル呪いだぞ。そこまで怒らせたことについて謝りなさい。ごめんね小春ちゃん、でも僕真面目に描いたんだよ。嘘こきやがる、ぶつからすとしたぶしめがれ。小春落ち着いて。先生ビクッとしちゃった。そんな言葉使うんだ。全部で25枚描いたんだ。これ並べるとね、ほら、小春ちゃんの可愛さは1枚じゃ収まりきらないと思ったから。やだ。マヒル、透け込ましの才能あるな。ごめんね、こんな絵描いちゃって。うんうん、嬉しいよ。持って帰って玄関に飾るね。それは親御さんに心配されるからやめとけ。大文字と問題児。真昼君のお父さん、わざわざ来ていただいてすみません。真昼のことで何か？
先日の身体測定で真昼くんだけ異常な数値を叩き出しまして。異常な数値？どういうことですか？なぜかお父さんが身体測定に参加されていたのが原因かと。真昼くんもなぜか当然のように受け入れていましたし、まあいいからいいからで押し切られた私もいけないんですが。早く測ってください。ああいいんですいいんです、あの時の数値が真昼の身長ということでいいんですよ、もう満体。私が間違っているみたいな言い方やめていただけます？あ、逆の方が良かったということですか？全然違います。お父さんは参加しないでくださいと言っているんです。そもそもなぜこんなことを？学級委員長たるもの、クラス一の大男でなければ威厳が保てないでしょう。そんな山賊じゃないんですから。私は真昼にみんなに尊敬される学級委員長になってほしいだけなんです。そのためにせめて記録だけでも詐称すると。詐称ではありません、パパボーナスです。パパボーナスにしたってやりすぎですよ。だって記録上の真昼くんの身長215センチですよ。 NBA の平均身長を超えてますよ。215センチ。ね、冷静に聞くと異常な数字でしょ。真昼、大きくなったな。嘘。うん。なんで215センチを受け入れてんだこの親子。体重測定の結果もそうです。112キロで。こんな称号各界がほっときませんよ。あの、いいからいいから。確かに真昼は相撲強いもんな。112キロもあるもんな。だからなんで112キロを受け入れられるんですか。しかし妻も来てればもっと重くなれたというのに。仕事と真昼どっちが大事なんだ。よかったです、ママボーナスつかなくて。お父さん、真昼くんは今のままでみんなをちゃんとまとめてくれてます。逆に本当に215センチ112キロだったら怖くて慕われてないかもしれません。真昼、お前はそれでいいのか。パパボーナスは必要ないか。うん、僕ちゃんとみんなを従えてるよ。まとめてるな、王様みたいになっちゃってるから。そうか、大文字先生、私が間違ってました。お手数ですがもう一度測り直してやってくれませんか、私抜きで。ああ、わかりました。よかった、分かってくれた。ちょっと真昼への愛情が暴走しただけでいいお父さんなんだよな。ああ、ところで先生。はい。スポーツテストはいつですか？ああ、教えられないです。大文字と問題児。真昼、お前今日の1時間目にトイレ行ったよな。先生、トイレ。先生と先生をかけたような言い方すな、早く行ってきなさい。はい。戻ってきたのはいつだ。先生、さようなら。はい、さよう。わ、帰りのホームルームの終わり際ですね。そうだな、つまりさっきだ。 7,8 時間も何してたんだ。トイレに行ってました。嘘をつくんじゃない、そんなに長いこと排泄してたらトイレじゃなくて病院案件だぞ。おばあちゃん家のトイレです。ん、今おばあちゃん関係ないだろ。トイレが？ん？何言ってるんですか。しっかりしてください。おばあちゃん家は電車で3時間ほどの田舎町にあります。つまり学校を抜け出して電車で3時間かけておばあちゃん家に行ってたと？はい。あー、なるほどなるほど。日帰り小旅行じゃん。客観的に見ればそう映るかもしれません。いや、違うじゃん違うじゃん。普通学校のトイレに行くと思うじゃん。平日じゃん？学校じゃん。授業中じゃん。おばあちゃんに会いに行くのはいいけど TPO 間違ってるじゃん。せめてトイレじゃなくておばあちゃんって言うべき案件じゃん。お正月におばあちゃんが、今度うちのトイレ自動で水が流れるやつに変わるからいつでも見においでって言ってたので見に行きました。本当にトイレ目当てだったんだ。今時自動水洗トイレなんてその辺にあるって。あのな、真昼だから少し様子を見ようってことになったが、普通は大騒ぎになるところだぞ。次からはちゃんとおばあちゃん家行ってきますって言いな。いや、ダメダメ、そもそも学校から出ちゃダメ。ごめんなさい。今日はもう帰っていいから。あ、そうだ、これお土産です。おばあちゃんのおにぎり美味しいんです。おばあちゃん名古屋の方？まあありがとう。大文字先生、さようなら。はい、さようなら。テムスって家で作るもんなのか。角広いや。ばあちゃん、週末電話しよう。大文字と問題児。真昼くんのお父さん、本日は授業参観に来ていただいてありがとうございます。いや、この日を楽しみにしてたんですよ。真昼が普段お友達や先生とどう接しているのか見ておきたくて。素晴らしいことだと思います。ただ今日真昼くん風邪でお休みなんですよね。なぜいらっしゃったんですか。いえね、真昼がけなげにもこう言うんですよ。
パパだけでも楽しんできてね。旅行じゃないんですから。行けたら行く。飲み会じゃないんですから。しかも授業参観って6時間目からなのに、なぜ1時間目からいるんですか。我が子の学校生活は1秒でも長く見ていたいじゃないですか。1秒も見れてないでしょ、お休みなんだから。あと授業中ちょくちょく真昼くんの席に向かって、まるで真昼くんがいるかのように語りかけていましたが。真昼、問2の答えは85だ。いや、ああすることでワンチャン私の思念が真昼を実体化させるかなと。実体化したら困るでしょ、家にすでに一人いるんだから。お父さん、大変失礼なのを承知で申し上げるんですが、我が子のいない授業風景を仁王立ちで見ながら、時折誰もいない空間に話しかける、あの時のお父さんを表す言葉があるとすれば、不審者がぴったりかと。本当に失礼だな。とはいえ、実は私もちょっとやりすぎている自覚はあったんです。ただどうしても学校にいる真昼を感じたくて。お父さん、でもこの人ちょくちょく学校に来てなかったっけ。パパ、真昼、行けたら行くで本当に来るパターンだと。風邪はもういいのか。うん、いっぱい寝たから。よかったですね、お父さん。椅子に座っている姿をパパに見せておくれ。いい親子だな。では大文字先生、もう一度授業をお願いします。気をつけてお帰りください。大文字と問題児。真昼くんのお父さん、私に用件とは何でしょうか。今日の朝役から学校にお電話されてたとのことですが。ええ、朝2時からかけてたのですが、なかなか繋がらなくて。たまに繋がるも相手は無言ですし。その時間はそもそも繋がらないようになってますね。誰か電話に出たのなら、この世のものではない可能性が。実は先生に折り入ってご相談が。え、真昼くんのことですか。はい、実は私、教師になりたいのです。真昼のことじゃない。お父さんが教師に。さよう。教員免許はお持ちなんですか。ヨーヨー検定の5級は持っているのですが。素晴らしい資格だとは思うのですが、ちょっとそれで教壇に立つのは国が許さないかもしれないですね。あ、大学で教職課程を受けられてたとか。あ、いや、どうだったかな。え、私高卒でした。今のは一体。ちなみに今は何のお仕事を。いや、人に話すほどの仕事ではこれです。ああ、なるほど。今の何、素振り。え、プロ野球選手、見たことないけど。いや、そんなことより一体どうすれば教師になれるんですか。そもそも聞く相手が私じゃないような気もしますが、やはり大学で教職課程を。それでは普通の教師にしかなれないでしょう。え、私は真昼の担任になりたいのです。真昼のことだった。常々真昼への愛がすごいお父さんだとは思っていたが、ここまでの溺愛モンスターだったとは。これがモンスターペアレンツというやつか。実は真昼が家で大文字先生のことをよく話すのです。え、先生がいるから学校が楽しいと。羨ましいような、悔しいような。真昼、先日の授業参観の件で決心いたしました。そんな楽しそうな学校での真昼を見るには教師しかないと。かくなる上は先生を倒して私が担任となるしか。やんのか。お父さん聞いてください、真昼くんは問題少し変わった子ですが、友達思いのとってもいい子です。それもご両親のご家庭での教育があればこそ、きっとお父さんを尊敬していることでしょう。無理に教師にならずとも、今のお仕事を頑張る姿を見せてあげる方が真昼くんも嬉しいのでは。逆にその時の笑顔を私は見られないのですから。大文字先生、そうですね、血迷ったことお恥ずかしい。分かっていただけてよかったです。先生、ありがとうございます。これからも私はこれ一本で頑張ります。マジでお仕事を何されてるんですか。大文字と問題児。今日の国語は俳句を作ります。五七五のリズムで風景とか心情を表現する詩のことだ。よし、じゃあ早速作ってみよう。できました。はや、もうできたのか真昼。はい。ちょっと読んでみてくれ。説教がいつもうるさい大文字。あー、惜しい。リズムはいいんだが季語がないぞ真昼。あ、そっか。あと内容ちょっと気になるな。先生のことを呼び捨てにしなかった。すいません、タイはないんです。急いで作ったからうまくできなくて。そうか、急ぐ必要はないぞ。みんなもじっくり考えてくれな。とびっきり風流な句を読んでくれ。できました。先生じっくりって言ったよな。じゃあちょっと読んでみなさい。春の日にいきなり説教大文字、安物スーツいつもヨレヨレ。これまた惜しい。季語は入ってるが五七五七七になっちゃってるな。それだと俳句じゃなくて短歌だ真昼。あ、そっか。
あとやっぱ内容気になるな。ちょいちょいディスが入るのは何なんだ？すいません、急いで作ったので。急ぐとディスが入るってのはどういう理屈なんだ？ディスが入らないちゃんとした俳句を作りなさい。ラップバトルしてるわけじゃないんだから。できました。ノータイム。一旦他の子の句を聞きたいから待ちなさい。5本では行きます。あ、読む気だ。よう、俺の名はマヒル。よう、喝采を浴びる。よう、ライムで突き刺すお前らビビロス。よう、大文字正当戦闘、毎日積極総財先行。くどすぎるぜ、それが問題。目の上の単行部、彼の名は問題。よう、よう。もう完全にラップじゃないか。そのディスに対するアンサーは先生のスキルじゃ返せないぞ。どんどん俳句が下手になってる。というか、わざとやってるんじゃないのか？わざとじゃありません。僕だってあんなにひどいこと言いたくないんです。でも俳句を読もうとすると口が勝手に。芭蕉じゃなくてエミネムの生き量が乗り移ったのかも。その割には流暢な日本語だったが、真昼にここまで俳句の才能がないとは。でも代わりにものすごいラップの才能が秘められているのかも。児童の才能を伸ばすのが俺の使命。人をディスるのは良くないが、今この時だけでも自由に歌わせてあげてもいいじゃないか。真昼、一回本気でラップを歌ってみてくれないか？え、わかりました。我が心、死の教え咲く桜かな。春に出会った大文字先生の教えがまるで桜のように心に咲き続けるようだな。え、急にめっちゃいい句読むやん。